初めてヒッポのファミリーにいた時のことを覚えていますか？その時にフェローから声をかけれてどう感じしましたか？最初は変な感じがしたかもしれません。それは自分が慣れていないし見ないのようにはできないと思ったからでしょう。でもなぜかわからないけれど、1週間か1ヶ月後にまたファミリーに行った。今までにない新しいことにチャレンジすることを選んだ。言葉のため？フランス語や韓国語やスペイン語でこんにちはと言えるのは楽しいから？きっと他の言葉を習得するのはそんなに難しいことじゃない？子供から大人まで一緒に活動を楽しむことに驚いたから、みんなが笑顔になってしまうような楽しい場だったから、あなたのことやあなたの過去も何も知らなくても、同じ言葉を話さなくても、まるでずっと友達だったみたいに笑いかけてくれたから、一緒に笑ってハグして知らない言葉で話しかけてくれた、その音を今日まで覚えてるから。どうしてみんなそんなにハッピーで優しかったか、きっとわからなかったと思うけど、そんなの関係なかった。みんなの仲間になりたかった。だってみんなはもうあなたの仲間だったから。その時からどのぐらいの時間が経っただろう？1ヶ月1年2年、それとも10年。実際どのぐらい時間が経ったかは関係ない。だってヒッポではいつでもウェルコムだから。君もヒッポ、僕もヒッポ、みんなもヒッポ、僕たちとても素敵な仲間。これがヒッポファミリークラブ。22年前、榊原陽が日本で始めたこの活動がメキシコでも始まりました。現在メキシコには8つの都市に計有力のファミリーがあり、ロングディスタンスメンバーはメキシコ全国で活動しています。ヒッポのマテリアルは全てのメンバーが入手可能です。そして、たくさんの団体の協力により、全ての年代に向けていろいろな交流プログラムが26カ国との間で言われています。毎年、トランスナショナル合宿とシティフォーレフが実現され、投資王ごとにより多文化で多言語な環境になり、他国のメンバーとメキシコのメンバーの絆を深めています。そして世界中の家族が多言語で多文化な環境の中で子育てし、人類の新たな生態を育っていくグローバルな団体というビジョンに向かって、日々本部やファミリーのみんなが努力しています。誰でも7カ国語以上を話すことができる。榊原陽の夢であったヒッポはフェローやメンバー、コーディネーターと世界中の仲間のおかげで実現し、世界中で日々大きくなっています。今ヒッポには大きなチャンスがたくさんあります。自然に多言語に浸りながら言葉を習得し、あなたの人間としての可能性を広がれるこの特別な環境の中で、あなたの周りの家族、友達と一緒にユニークのライフスタイルを送るみんなヒッポの方法を体験してみてください。耳、口、心を重ねなく世界へと開こう。 Be natural、 セトミズモン、自然に、Let's go! Amigos multilingües por todo el mundo! Hippo México!